青山のファーマーズマーケットが国連大学の前に戻ってきましたね。けどまだキッチンカーは来てないや。めっちゃ晴れてる。 PLL 目の通り側の窓がハッピーハロウィンの絵になってる。あ、そうそうそう、ウィンドウ。久々に賑わってる表参道。コミューン246の通路側にあった建物もついになくなっちゃった。さら地になっちゃったコミューン246。さあアニマやってきました。今日はピザ食べられるかな。はい、あ、はい、白ワインが中部イタリアのマルケというワインで、はいはい、オレンジワインが、はい、北イタリアのピエモンテという、はいはい、じゃあ、はい、じゃあ久々の外飲み乾杯。オレンジワインいただきます。お、これね、すっきりとしてる。はい、ピザが来ました。ピザ、これもう熱々のうち食べないともったいないよ。切れてるよ。かけすぎたけどいいじゃん、辛いの好きなんだから。はい、はい、パスタも来ました。やべやべ、超美味しそう。今度南イタリアの赤ワイン。はい、イタリアは唯一の形で例えられます、はいはい、ちょうどヒールのあたり、あの辺、はいはい、でもあのエチケット自体も、はい、そのまあワイナリーから見える風景、はいはい、やっぱ南イタリアでもそうですね、はいはい、あの草原ですね、はい、でブドウがネロディトロイヤというイタリア固有のブドウ、はい、かなり中心な甘いです。はい、ありがとうございます。いや、今度赤ワインですよ、赤ワイン。じゃあ赤ワインいただきます。おいしいね。南イタリアの赤ワインでした。辛いオイルを少量、ほら、ピザいただきます。わあ、めちゃうま。パスタもいただきます。パスタもめちゃうま。エスプレッソには砂糖たっぷり派です。それではエスプレッソいただきます。ごちそうさまでした。美味しかったです。また来ます。ごちそうさまです。明治神宮外苑前に来ました。イチョウ並木にやってきました。どうですか、イチョウ並木。結構いい雰囲気です。すごい銀杏だらけです。これちょっとマスク取るとやばいです。うわー、すっげえ銀杏だらけ。ちょっと銀杏ばっかりに気を取られてたけど、うん、イチョウほんの少し、うん、黄色くなってきてる感じですね。銀杏に目を奪われてた。目じゃないか、匂いか。うわー、この辺がすごいな。銀杏踏んづけない、これなんかゲームだよ。銀杏踏んづけないゲーム。本当？本当ってさっき踏んでた。うん。いやー、なんか涼しくて気持ちいいな、ここ、うん。なんか今まさに野球やってそうな、そんな感じ。これで聞こえるかな？神宮、あれか、神宮球場だっけかな？神宮球場からの音。聞こえますかね？青空キッチン、つば九郎焼きだって。おわ、すげえ、つば九郎焼き、うん、ちょっと明治神宮野球場、今なんかヤクルト戦やってるみたいですね。あ、なるほど、わかった。おそらくヤクルトと、そう、阪神だね。わかりましたよ、わかりやすい。ヤクルトの T シャツを着ている人と阪神の応援団っぽい、なんだっけ、黄色と黒の
衣装の人がいるんで、おそらくヤクルト阪神戦だと思います。国立競技場です。もうオリンピックの賑わいはなくなっちゃってますけど、目の前のオリンピックミュージアムなのかな、あれがなかなかかっこいい建物です。オリンピックミュージアム、そしてみんな五輪のところで撮影してます。なんかお酒と普通の缶コーヒーが一緒の自販機に入ってるのって不思議な感じ。しかもお酒ほとんど売り切れ、ほとんどっていうか全部か。スワローズのグッズ屋さん結構にぎわってる。スワローズファン専用のファミマがありました。入ってすぐにプロ野球チップスがたくさん売ってる。そろそろ4時半なんで西日になってきました。雲がいい感じですね。花屋さん到着。いや、ちょっとお花見てきます。ここはもうずっと賑わってますね。パンの自転車ブレッドワークス。なんかあそこでおしゃれゾーン終わりかと思ったら、こっちもおしゃれゾーンが広まってる。目の前もコーヒー屋さんだ。うん、コーヒーロースターズ、スクロップって読むのかな。ゲイシャラテがあります。午後5時を過ぎて少しずつ空が暗くなってきてます。ばあちゃんトリビア。電化製品やメガネ、アクセサリーを修理する際に取り外した小さなネジや、あ、変わっちゃった。読む前に変わっちゃいました。